皆さんおはこんばんちは、ゆうきこうみでございます。光栄、スーファミ版麻雀大会2なのですが、ちょっと今回は、このゲームのキャラクター、隠しキャラの信長氏、孔明氏、渋沢名人以外の全キャラの紹介だけ、お見せするの忘れてたんで見ていきましょうかね。まず中国の思想家の孔子からっす。自らの思考を反映した打ち筋は、特にズバ抜けている。ダマ戦を基本とし、危険を犯さない。おそらく簡単には勝たせてくれぬ相手であろう。お次はアメリカ大統領の、リンカーン。絵画2色になるのを嫌い。1色手を理想とするが、腕前がついていかないので、染め好みの相手っすね。大して強い相手ではなさそうっす。大予言者のストラダムス。運命に逆らうことを嫌い、ほとんど泣かない。たまに、人には理解できない打ち方をすることもある。まあ、前作と打って変わって泣き麻雀をしなくなったそうやね。水戸黄門。旅好きの功労者。普段は泣かず、振らず、リーチせずなので目立たないが、密かに一発楽天を狙っている。いわば前作の家康氏そのまんまの打ち筋っすね。松尾芭蕉っす。江戸時代の徘徊し、わびさび求めて手作りやステパイの美しさにこだわり、セリフも七、五で喋る。完全にリーチ麻雀派ですね。三国志の英雄、関羽でございます。剛弾で強固な石を持ち、打ち筋も豪快だが、反面爪の甘さがあるのが玉に傷。いわばやる相手やけど、甘かったりするってことっすね。雷電でござんすね。江戸時代の無敵の力士、上がりに向かって一直線で、降りることはない。プッシュ、プッシュの電車道が基本。前にも言ったっすねこのこと。かなりやる相手やったと思いますね。ナポレオン、フランス革命の不運時、理想は高く己の信念を貫こうとする。一色手を好むが、ついてに溺れてしまう。とりあえずこの人も、染め好きの相手っすね。豊臣秀吉、日本一の成り上がり者。派手な手を好み上がりや天敗へのこだわりが強いあまり、檻に回ると猿のように弱くなる。対抗殿下っすね、やる相手ではあるっす。防御は得意ではなさそうっすね。ヘラクレス、ギリシャ神話の英雄っすね。性格も打ち筋もまっすぐだが感情が高ぶると、すぐ我を忘れて叫び声を上げる。いかにも強そうな感じっすね。暗黒時の小坊主、一級。トンチが得意で判断力に富んだ攻めを見せるが、怖いもの知らずなのがあだになることも、かなり泣き麻雀を、打つ相手でしたね。石橋を叩かず渡るって感じかな。イギリスの名探偵、ホームズですね。
優れた推理力で次々事件を解決するが、それを麻雀に活かすことができない。ってことは、手強い相手ではないって感じかな、シャーロック・ホームズ。起きた掃除やね。新選組の青年の剣士。読みの力はかなりのものだが、あがりへの情熱があまりなく、危険牌を次々と切る。読みの力があっても危険牌を切りまくるって、確か矛盾してるような気がするっすね。モーツァルトね。ヨーロッパの天才音楽家。人を楽しませることが大好きで、陽気な性格が、そのまま脳天気麻雀となっている。なるほど、でもそれなりにお強い方ではあると思うっすね。坂本龍馬ですね。大政奉還の功労者、いつも大きな希望を持つが、それでいて役にこだわらない。豪放な雀風の持ち主。前作でもそうでしたね、意外とやる方ではありますよね。平賀源内、博学な江戸の学者。その柔軟な発想から来る判断力を武器にして、早い攻めを仕掛けてくる。確かかなりの確率でさっさと仕上げて、すぐリーチしてくる相手でしたね。シンドバッドやね。アラビアンナイトの船乗り。明るい麻雀がモットーで、商売で鍛えた判断の良さを生かした打ち筋である。前作の楊貴妃さんのような感じっすかね。プラス思考の麻雀がモットーだってことはね。赤ずきんちゃんっすね。グリム童話の中のヒロインで、明るく楽しい女の子だが、麻雀では泣かず、上がれず、リーチせずと、影が薄い。水戸黄門と同様、このお方は、ダマで待ってることが多かったっす。その印象しかないっすね。清少納言でございますね。平安時代の才女。美しきものを麻雀に追い求めて、面前思考で綺麗な手作りを心がける。松尾芭蕉と同じく、美しい手を求めるリーチ麻雀派って感じでしたね。卑弥呼でございますよ。邪馬台国の女王。自分中心の考え方をするが、もともと実力があるため手強い相手である。自己中で実力者か、なるほどね。あまり相手にはしたくない感じやね。ジャンヌダルクですね。フランスを救った少女、勝つための手段は選ばないが理想は高く、折り図に真っ向から勝負を挑んでくる。このゲームでは一番のクセ者と評判の方っすね。言いたい放題やりたい放題もしてくるしで、初見殺しって言われるくらいの、びっくりするぐらいの強さらしいっす。シンデレラやね。ガラスの靴の少女。控えめな性格だが、自分の理想をいつも夢見ていて、高め思考の手作りをしてくる。要は、完全なるリーチ麻雀の打ち手で、前作のジェニーさんに近いって感じかな。最後は、クレオパトラッス。古代エジプトの女王。高飛車な性格のため、降りることを知らないが、一旦勢いに乗ると、止まらない。やっぱクレパトさんは、前作も今作もお強い方やと思うっすね。印象に残るぐらいにね。以上、全キャラの紹介してきましたが、動画では戦っていない相手は、結構いるっすね。シンデレラさんやシンドバッドくんといった、まだ選んだことなくてわからないお相手もいるけれどね。そういうことで、また本戦でお会いいたしましょうね。ご視聴ありがとうございました。ではごきげんよう。